それでは私と一緒に元気にトレーニングをしていきましょう。本日はお尻と太もものトレーニングをやっていこうと思います。お家にいると太ももとお尻の筋肉がどうしても硬くなってきてしまいます。それをほぐすのに効果的なトレーニングです。まず床にマットを敷いていただきます。マットがなければ畳もしくは布団の上でも問題ないです。お尻をついて足を前に伸ばしていただいて、そのまま上半身を寝っ転がります。膝を立てていただいて、足は腰幅に開きます。腰幅に開いていただいて、手は体の横に、手のひらを下にしていただいてつきます。ここからお尻を上に引き上げるトレーニングになります。ゆっくり下ろしていきます。引き上げた時に体が一直線になるように意識をしてみてください。ゆっくり下ろしてきます。上に上げた時に太ももの筋肉に少し負担がかかってくるようなイメージになります。 NG のポイントとしては、体が反りすぎてしまう、もしくは膝が内側に入ってしまう、外側に出すぎてしまう、こういった動きに気をつけてください。では10回いきます。1、大きく息を吸ってゆっくり吐きながら戻してきます。体をぐーっと引き上げて少し上で止めます。2、3、大きく吸って体が一直線になるように意識をしてみてください。4、5、下ろしてきます。膝が内側に入らないように。あと4回です。7、8、9、ラスト1回いきましょう。ぐーっと引き上げてゆっくり下ろしていきます。このトレーニングを1日10回を2セット目安にやっていただくと効果的です。体に痛みが出るときは無理をしないように気をつけてください。